それでは今度はアートと物理学について説明をしていきたいと思います。まずこちらの絵を見てください。非常に綺麗な絵ですね。これはポール・ゴーギャンの名作でありタイトルは「我々はどこから来たのか?」「我々は何者か?」「我々はどこへ行くのか?」という非常に壮大なですねタイトルのですね作品。 とということになりますでそれでですねまあこれ絵ですよねゴーギャンさんの作品なんですけれどもまあ実はこの絵がですね自然科学ですね自然科学の本にしばしば出てくるんですねというわけで、まあ、今回これを取り上げたんです。なぜこのゴーギャンの作品が自然科学の本にしばしば取り上げられるんでしょうか ちょっとその理由をですね、えー、今日は探っていきたいと思います。はい、えー、それじゃあ、えー、この答えを次のページで見てみたいと思います。はい、実はですね、このタイトルが科学の考え方と非常によく似ているという側面があるんですね。まず、この我々はどこから来たのかというのはですね、結局これは世界の始まりですね。この世界はどこから始まったのと。 ということで、まあ、この世界の始まりに対する問いかけになるということになります。で、これ、私たちこれ、ビッグバンであるということをですね、えー、知ってるんですけれども、まあ、とにかく我々はどこから来たのかっていう問いかけは、まあ、この世界はどのように始まったのかという、まあ、自然科学の問いかけに通じるところがあるということになります。まあ、ちなみに、絵で言いますとですね、 まあ、我々はどこから来たのかということで、まあ、私たちは昔、みんな赤ちゃんだったんですけども、ここに赤ちゃんが描かれています。私たちの過去ですね。はい。次に、我々は何者かということですけども、まあ、これは、あの、まあ、絵でいうと、これに相当しますけれども、まあ、この世界の仕組みですね、この世界って一体何なのという問いかけに通じると。 この世界は、まあ、実はこの授業で紹介していきますけれども、まあ、力学や量子論相対論などで、まあ、かなり説明することができます。ね、というわけでこの、まあ、我々は何者かというのはこの世界に対する問いかけに似ているということです。でもう一つ我々はどこへ行くのか絵でいうとこれですねこれ老人が描かれています私たちの未来像ですけれども、まあ、我々はどこに行くのかという問いかけは これは私たちの世界の未来というのはどうなっているのと、えー。そういう問いかけに、えー、通じるものがあります。えーまあ、実はこれ宇宙が今これ、えー、未来、あの加速膨張しているのでどん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 膨張していくってことが予測されるんですけども、まあ、とにかくこの我々はどこに行くのかというのは私たちの未来に対する問いかけに通じるものがあるというわけで、この我々はどこから来たのか、我々は何者か、我々はどこに行くのかというのは、まあ、 科学の問いかけですね。えー、とこの世界の過去は、現在は、未来はという問いかけに通じるものがある。まあ、そのためですね、いろいろな自然科学の本にこの絵が取り上げられているということになります。まあ、こんなところもですね、まあ、アートと物理学の関係が見て取れるんじゃないのかなと思います。 今度はちょっと追加なんですけれども、まあ、アートと物理学の関係に加えて、神話ですね、えー、との関係についても、ちょっと紹介していきたいと思います。で、先ほどそのタイトルがね、えー、語源作品のタイトルが科学の考え方と似ているというふうに言いましたけれども、まあ、この過去に対する問いかけですね。我々はどこから来たのかという問いかけ。これは、まあ、例えば、 世界中の神話を見てみますとですね、この世界はどうやって始まったのというのはですね、世界中のさまざまな神話にですね、そういったことが書かれています。まあ、一番有名なのは、旧約聖書の創世記ですね、旧約聖書の創世記、えー。こんな感じで、初めに神は天地を創,創造されたというわけで、まあ、旧約聖書の1ページ目を開くと、こうやって天地創造のことが、ね、書いてあるわけです。 で、まあ、これは旧約聖書ですけれども、まあ、これ以外にもですね、例えば、日本書紀なんかにもですね、えー、この世界の始まりのことが書かれてますし、世界中の様々な神話に、こういう世界の始まりのことが書かれています。というわけで、過去に対する問いかけというのは、まあ、芸術家や、えー、まあ、科学だけでなくて、神話の世界でも、まあ、大きな興味が持たれているということになります。 で我々は何者かというのは、これ、現在のことに対する問いかけですよね。で、まあ、科学の方でも、まあ、こうやって注目されてると言いましたけども、まあ、これは、あの、聖書で言うと、その内容ですね。えー、創世記の後の内容が、これに該当します。聖書のここそこにこんなことが書いてあるよなどと言ってね、まあ、いろいろやるわけですね。で、もう一つ、我々はどこに行くのか、未来に対する問いかけですね。これが、科学者も、まあ、これに関心があるということを先ほど紹介しましたが、 神話の方でもですね、聖書の最後の方ですね、新約聖書の最後の方には、この世界の未来、黙示録というのが書かれています。このようにしてみると、過去、現在、未来に対する問いかけというのは、芸術や物理学や神話、様々ままなところで、まあ、注目されているということになります。それでは次に、 まあ、この授業ではサイエンスフィクションについて学ぶということなんですけども、まあ、そのサイエンスフィクションと物理学の関係として、まあ、有名な事例をですね、まあ、いくつか紹介していきたいと思います。えー、一つはですね、人型ロボットに関するお話です。日本ではですね、古くから人型ロボットの研究が活発でした。ロボットを作る際ですね、人型よりも、 まあそうでないロボットの方が簡単なんですね。例えば4本足で動くロボットとか、もしくは車輪で動くロボットとか、そういったものの方が作るのは非常に簡単なんです。2本足方向というのは非常に大変なんですね。にもかかわらず日本では古くから人型ロボットの研究が活発に進められてきました。それはなぜでしょうかと。実は、ここにはですね、あるサイエンスフィクションの作品が大きな影響を与えたということが言われています。 さて、あるサイエンスフィクションの作品が日本の人型ロボットの研究に大きな影響を与えたとされているんですが、さて、その作品、サイエンスフィクションの作品とは何でしょうかどうでしょうロボットが出てくる作品ですね。漫画やアニメの人は知ってるんじゃないでしょうかどうでしょうか、まあ、もしくは皆さんのお父さんお母さんは知ってるかもしれません。これですね。鉄腕アトムです。 ねえー、鉄腕アトムですね、えー、まあこれは手塚治虫さんのですね作品なんですけれどもこの影響を受けてですね、えー、人型ロボットの研究が盛んになったと言われていますちょっと鉄腕アトムについてですね紹介していきましょうはいえっ、ー、とこれはですね手塚治虫先生のですね関係者が作られたホームページですけれどもこれが鉄腕アトムですね鉄腕アトムさんですね えー、子供を失ったお父さんが一生懸命ね、えー、鉄腕アトムを作るんですね。で、それで正義の味方となって、まあ、いろいろ、えー、いろんな物事を、ね、解決するという感じになります。鉄腕アトムですね。で、これ、人型ロボットですよね。で、えー、あります。で、これ、非常に有名な作品で、まあ、えー、 そうですね。たくさんの人がこれを見ました。ね。というわけで、まあ多くの人がこれを見たわけですけども、これを見た人たちがですね、大人になって、まあ大学を出てですね、企業に勤める。で、それで企業で勤めて、まあいろいろ責任ある立場になってくるとですね、人型ロボットの開発しよう。 というわけで、人型ロボットの開発をするわけです。まあ、というわけで、日本で人型ロボットの開発がですね、進んだ大きな理由に、この鉄腕アトムがあるということがしばしば語られます、ね。というわけで、この作品は、まあ、日本の科学技術に大きな影響を与えた作品でもあるということになります。はい、えー、それでは次の事例を紹介していきたいと思います。この写真を見てください。 えー、これはですね、私が以前、まあ8月にですね、オーストラリアのエアズロックですね、えー、に行って撮影した天体写真です。で、まあなんでオーストラリアのエアズロックまで行ったかというと、まあ実はここがですね、ある小説の舞台とな、舞台がですね、一望できると。ある小説の舞台が一望できるということが知られているからなんですね。はい、えー、それでは何の小説の舞台でしょうか どうでしょうかえ。ヒントはですね、これ何だか分かりますかね、これ。白いの。これは天の川ですね。天の川が見えます。天の川っていうのは別名銀河、銀河系ですね。えー、銀河系と、天の川銀河、もしくは銀河系ともいうふうに言います。 はい、えー。というわけで、まあ、実は銀河という言葉が出てくる有名なサイエンスフィクションの小説なんですけども、まあ、多分日本でですね、一番有名なですね、サイエンスフィクションの小説かもしれません。さて、何でしょうかこれ、東北地方の人はよく知ってるかもしれません、えー。特に花巻の方はよく知ってるかもしれません。銀河が出てくる作品。何でしょうはい。それじゃあ答えを見てみます。これですね。 銀河鉄道の夜ですね。宮沢賢治さんの銀河鉄道の夜。まあ、あれはどういう物語かというとですね、ジョバンとカンパネルが宇宙に出てですね、えー、最初、白鳥の停車場か。白鳥座に行くんですね。その後、まあ、いろんな星座を見て、えー、そして最後、えー、南中字点ですかね。えー、そして石炭袋に行くんですけれども、まあ、出てくる星座というのは基本的にはこの天の川沿いの星座です。えー、白鳥座から、 まあ、サソリ座南十字とと、えー、行くというわけで実はこのエアーズロックで8月に見える星空というのは銀河鉄道の夜の舞台白鳥座から南十字星まで全部一望できるんですね、えー、というわけで銀河鉄道の夜というのは実はこっからここに行く物語と、ねえー、いうことになりますであのもちろんですね、えー、と宮沢賢治さんは東北の人ですからこれ南十字星というのは東北から見えません、ね 見えないんだけども、まあ、お勉強してですね、サイエンスをお勉強して、サソリ座の向こうには天の川沿いに南十字星というのがある。で、ちなみに白鳥座というのはこれ、北十字と言います、言われるんですけれども、そうすると、まあ、北十字から南十字までの旅ということで、まあ、銀河鉄道の夜という物語を作ったわけですね。というわけで、サイエンスを知っていると、まあ、そういうですね、お話を作ることもできると。 ということであります。ね。とは言て皆さんも一応ですね、こんな感じでいろいろサイエンスを知っておくと、まあ作品を作るときのですね、まあネタの一つになるということになります。